持続可能な社会がずっと続いていくために地域を、世界を勇気づけていく。未来に立ち向かうべき課題を恐れず、常に挑戦する姿勢こそが、その解決策だと信じて。チャレンジ&チェンジ、末永グループ。CM に出させていただいたことがなかったのと、岡山県民なら誰しもが知っているような有名な末永グループさんの CM ということで、もうすごくびっくりしました。嬉しかったです。今回の CM の見どころはやっぱりボクシングなんですけど、自分に挑戦する人というテーマのもとに、今までとは全然違う一面を見せられるように、こうかっこよくパンキーしました。空手を6年ぐらいやっていたので、ちょっと活かせたらいいなと思って、こう気持ちを思い出しながら体をひねったりとかしました。普段は全くスポーツしなくて、なのでちょっと不安でした。今はギターの練習にハマっていて、中学生の頃から習ってるんですけど、今は習いに行けてないので、家で一人で練習してます。ドラマに出させていただいた時にすごく楽しくて、あれからドラマを見ることにもすごいハマってるので、出てみたいなっていう気持ちはあります。岡山は空気がめっちゃ綺麗で、動物とかもめっちゃおるけん、都会に疲れたら来てみんしゃい。岡山の皆さん、私も皆さんと同じ岡山県民やけん、覚えてくれたら嬉しいな。乃木坂46の掛橋彩香です。今回の CM 撮影では、新しい自分に挑戦ということで、かっこいい姿とかを見せられたかなと思うんですけども、これからもどんどん新しいことに挑戦していきたいので、応援よろしくお願いします。チャレンジ&チェンジ、末永グループ。